それでは次に主菜になります。今日は、鮭の塩焼きゼリーに挑戦したいと思います。日頃なじみのある鮭の塩焼きなんですけども、これも食べやすくするために、飲み込みやすくするためにということでゼリー状にしたいと思います。その材料としては鮭の塩焼き、そしてだし汁で、とろみ剤ということになります。でとろみ剤は鮭の 2% で測っております。では作り方を説明します。まず鮭の塩焼きの皮を取ります。魚はもう骨を取ってありますの でこれをミキサーのカップにほぐしながら入れます。で、だし汁を加えてとろみ剤を加えます。一度ミキサーにかけて滑らかにします。85度以上になるように電子レンジで加熱をします。よくかき混ぜます。そしてまた85度になるまでレンジに戻します。加熱後にシリコンの魚の形に流し込みます。そして冷やして固めます。